おはようございます。時間が5時7分ですね。今日はですね、多摩川、リベンジ動画になればいいなと思ってるんですけど、いやー、前回とだいぶ違うっていうか、シチュエーションが違うんですよ。前回小雨でだいぶ肌寒い感じ、ずっと立ち込んでると寒かったんですけど、今日はもう晴れの30度オーバーの予報なんで、で水温はね15度ぐらいですね。なんでこれが前回とどうね、魚のいるとこ違うのかどうかわかんないですけど、まあ水あったかくなったら深いちょっとひんやりするところにいるのか、背でね走り回ってるのかちょっとわかんないですけど、とりあえず前回と同じようなところを中心に探っていきたいと思います。誰かいますね。カメラマン今回かかってますからね、腕に。前回はね動画見てて酔っちゃいましたから、グラグラ動きすぎて。その辺ちょっと今日ちゃんとやってくれるみたいなんで、よし、じゃあやってみます。じゃあ一発目はこれ、またブドウムシでやってみます。あとミミズもあります。じゃあこれでやってみます。さあ、いよいよ永井宏明リベンジマッチ開戦。やっぱ水の量は少ないな。前回来た時はもっと水の量があった気がするんだよね。さあ、釣れるかな。何してるんですかね。餌交換するのかな。まあ、なかなか釣れないっすね。とりあえずめっちゃいい天気。なんかね、今日はすげえ暑くなるみたいだけど、今のところ肌寒い感じっす。永井さん、寒くないんすか？そんな薄着で。やっぱ水の量少ないな。眠い。時間ね、まだ5時33分。眠いっす。昨日ね、寝たのね、3時半だよ、俺。で、5時前にね、叩き起こされてね、眠いよ。早く目の覚める大物釣ってほしいな。次はミミズでしょうか。なんだろう、ちょっとわからなかったですけど、また餌交換？針取れた？針が取れたみたいですね。ちょっとアクシデントです。
針取れたから針つけるのかな。あんな体勢つけられるのかな。つけられるみたいですね。はい。6時7分です。ちょっと前半背で粘ってみたんですけど、全然反応ないですね。当たりもないです。ということは今ちょっと深いとこ行った方がいいのかな。あっちの方。ねえ、これは、いそう。まあ、いそうってね、毎回言ってますけどね。釣れはしないんですよね。さあ、ゆっくりと、こう進めております。着実に一歩ずつポイントへと向かっております。餌はミミズつけてましたね。さあ行くか。一投目。行った。どこ。そこ釣れればいいんだけどな。じゃあ行きます。餌クロカワムシです。さあだいぶ気温も高くなってきたので、まあ、朝は深いところになってたんですが、今は何だろう、実績のある浅瀬を、永井さん頑張ってます。だったら目印見えるよね。どこ？わからん。さあ、いつ来るかな？目印がもうね、わかんない。現在の気温 32.8 度、時刻8時40分。お昼になったらどうなっちゃうの？ 40 度いくんじゃないのこれ。目印どこにあるんだろう。探してみますか。あ、いたいたいた。来い。ここだ。来い。
ダメか。で、長尾はね、もうね、なんか超浅瀬でやってみるって言って、相当ね、浅いところでやってもらう。いるのかな？ いなそうだな。11時12分0匹。うわ、きついな、これ。今日坊主もしかして。いや、坊主のまま帰るのはないでしょう。とりあえず乾杯。はい、乾杯。いバイ。ただきます。ああ、うまい。ああ、おいしい。くそー。気温何度今？梅沢さんね、時計に温度計ついてるんですよ。34.5度。34.5度。ほら、いやー、暑い。日焼けがやばい。腕真っ赤っかになりそう。やばい、俺も日焼けしちゃう。あなたずっと長袖じゃん。 何時ですか今？今ね、1時10分。1時10分。いやー、まああれですよね、坊主。いや、相当粘ったけどな。前当たったとこで最終的に1時間2時間ずっとひたすらやってたけどね、もう無理。暑い。これ真っ赤、分かるかな。暑いの、この差やばくないですか、これ。いて、上流からカヌーも下ってきたしね、これも無理だと思って。じゃあ、今日はですね、私と米沢さん、バラしてもいないし、当たってもいないですか。すごいな。そう、当たってもない日なんてもう、なんか、こそんなん日なな日、かったよね。これはまずいですね。いやー、ちょっとね、今日はただの坊主動画ですけど、すいませんでした。梅沢がすいませんでした。すいませんでした。じゃあまたよろしくお願いいたします。さよなら。